Space Monkeys TV。 トリカムセソフィティブへこそ。さあ、ツイッターの方で告知させていただきました。本日の16時半に、重大告知動画を出しますというふうに言いましたが、もうね、サムネイルタイトル見ちゃえば何かお分かりいただけたと思いますが、そうです、10万人足掛け6年10万人登録者記念プレゼント企画でございますということでですね、記念すべき銀の盾なんですけど、まだ来てないんです。自分でね、こういろいろ手続きしないともらえないらしくて、まだ来てない。それは申し訳ないです。ただし10万人到達しました。皆様のおかげですということでですね、この足掛け6年間、いろんな、ルアーメーカーの方々、そして YouTuber の方々とね、いろいろセッションさせていただきまして、いろいろといただき物や協賛品ありますので、そちらをプレゼント企画としてね、出していきたいと思います。この気になる内容なんですけど、当選者は5名です。一番気になるのは、それいつからなのってなるんですけど、今じゃないです。この動画ではまだプレゼント応募できません。10月1日、2021年10月1日の16時半に応募動画を作ります。ここから応募してくださいっていう動画を作ります。10月1日の16時半、その動画の説明欄の方をペチッと開いていただいて、そこにね、応募フォームがあります。そこから応募してください。ちょっとね、こう入力することがありまして、メールアドレス等をね、入力します。そこで当選した人はウームのこのオフィスの方からメールが行きます。そのメールを開いていただいて、いろいろ確認事項を見ていただいて、そこで、プレゼントが配送される手続きを取っていただく形になります。ここでね、皆さんに守っていただきたいのは、応募は1人、どれか1つ1回だけ。いろんなね、こうメールアカウントを使って応募してしまうと、それが当選したところの発送先が一緒だったとかってなると、それはもう無効になっちゃいますんで、まあ、ここはね、本当に皆様のご協力っていうところがあるんですけど、1人1つ、よろしくお願い しますという形で、ご協力くださいということでね、気になる、期間、そう、10月1日の16時半から10月7日の23時59分、10月7日の23時59分までが、応募期間になっておりますので、よろしくお願いします。いろいろちょっとね、ごちゃごちゃ言ってますけど、ここのテロップをね、参照してくれたらなぁなんて思っています。さあ、それでは、気になるそのプレゼントアイテムを見ていきたいと思います。行ってみましょう。レッツゴー。エントリーナンバー1番の袋には、まずこちら、ラットセンスとスペースモンキーズ TV コラボロンティーが入ります。これなんですけど、ラットセンスさんとのね、コラボをさせていただきました。そこでですね、ラットセンサーがなんとね、粋な計らいをしてくれまして、スペースモンキーズ TV 限定 T シャツを作ってくださいました。1番にはロンティーをやりたいと思います。まずこれで、次はこれ、ツカティさんとトップゲーム楽しみました。その時にね、お借りしたやつをね、いただきまして、フェイスのルアーを2つ入れたいと思います。スカティさん、ありがとうございます。また一緒にトップオーターゲーム楽しみましょう。これをね、協賛品として出させてもらいます。これ1枚。で、次がこちら、ラットセンスさんからの、カラークラシックハンドルですね。リールのね、ベイトハンドルがで付いてます。これも1枚に入れます。そして次がこれ、DRT タイニークラッシュが入ります。カラーは、ニゴロカラーですね。まあ、これなんですけど、これはね、京都のね、バスフィールドの店長から、ぶんどってきたやつです。これをプレゼント企画に出しますなんて、ようやくね、今出せることになりましたんで、これも入れます。タイニークラッシュ入ってます。こちら、伝説の氷漬け148、ガンクラフト回転148っすね。まあ、これもね、ツカティさんと一緒に、釣りをした時に、琵琶湖水系で仕留めた、もう伝説的な148回転です。まあ、その動画またちょっと見あさってください。続いては、2番ボックス。さあ、ここでも登場してきました。ラットセンスとスペースモンキーズ TV のコラボ、これ T シャツですね。続いてが、こちら。テイルウォークさんからの、いただき物です。こちらがテイルウォークキャップなんですけど、見てください。半熟女の、釣りアイドルこと、井上なもちんさんからのメッセージサイン付き、テイルウォークキャップ、ルアー回収機。新潟フィッシングショーで10万人登録者数に行くからなんかくれっつったら、くれました。なおちんさんと中村さん、いつもお世話になっております。続いてはこちら、邪道ステッカーと、なんと、非売品の、レインいただきました。所長からいただいたんですけど、この重さ実は作ってないらしいです。なので、非売品ウェイトのレイン、プラス、
所長のサイン入りステッカー、邪道のステッカーいただきました。これはね、かなりレア度高い。そしてこちら、これ思い出なんですよ。アメリカ遠征行った時に買ったやつ。プラス、缶バッジ。これなんですけど、逆だった。スペモン缶バッジ。これスペモン缶バッジ実は、俺ね、4年前にね、ウームのイベントで馬釣りっていうのがね、大阪でやったんですけど、その時にしか発行されなかった伝説のスペモンバッジ。これを入れます。スーパー目玉、氷漬けの尺腕、これがね、これ2番に入っちゃうんですね。ケースの方はですね、ちょっと輸送時にですね、この尺腕がね、大暴れしましてね、ケース割れちゃったんで上のケース外しました。なのでピッチピチに、多分当選者さんの元に届く時には回答されてるんじゃないかな、ちょっと冗談ですけど、これ入れちゃいます。これが全部で2番。続いて3番です。ガンクラフトエスケーパー128オレンジ、これおぼろ月光アリだったっけ、そんな名前です。この3つが入ります。ガンクラフトオフィスに一番最初に行った時に UFO キャッチャーでゲットしたやつなんですよ。続いてはこちら、ガンクラフトからジョインテッドクローシフト183、俺のサインと平山社長のサインが入ったシフトです。これ分かる人分かっちゃうと思うんですけど、これね、ゴーガーダムで社長と一緒に釣りに行って初めてシフトでバスを釣った時のそのジョインテッドクローシフト、これも激アツで、これダイワアルファスエアー TW8.6 レフト、この、ベイトフィネス用のダイワのアルファス出しちゃいます。これ動画で登場したら多分1回か2回ぐらいしかないんじゃないかな。確かビッグベイト縛りのやつで達成できなくてプレゼント企画に出しますっつって出したやつです。ダイワのアルファスエアー TW8.6 のレフトハンドル、これが入って3番です。続いては4番です。4番はですね、もうルアーの詰め合わせ、バータスプーンですね。アダスタザックロールヤジロベジュニア、まだ初期モデルと言ったらいいんでしょうか、まあ、プロトの段階でまだ作ってたやつじゃないかな。正式に販売される前に、そのフィッシングショーで発表されて、それをですね、いただいてきたやつです。さあ、こちらのお手紙、後で読ませていただきますが、これ全部セットで出してくれということです。まず、DRT の VTS7 インチ。DRT クランプシャット 4.5 インチ。DRT フィンク3インチ。レイドジャパンフィッシュローラー3インチ。レイドジャパンツーウェイ。で、ダウズスイマー 220SF が入って、このお手紙をいただいた主は誰だという話です。サルさんへ YouTube チャンネル登録順番におめでとうございます。我々メンバー一同サルさんと出会って、より一層 YouTube に対して本気で取り組めています。また機会がありましたら一緒に釣りしましょう。バースデスステッカーも入ってます。ということでですね、バースデスさんがですね、10万人記念登録シャツプレゼント企画でね、こんだけの量を出していただきましたので、これ全部4番に行きたいと思います。最後は5番。5番はですね、チマのメタニウムレフトハンドルが入っちゃいまーす。パチ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 。ただですね、ギア比がですね、みんなね、ハイギアが欲しいかなって思っちゃうんですけど、自分はこれ巻物に使いたかったっていうことで、ギア比の方がこれ 6.2 ですね。まあ、ノーマルギアなんですけど、こちら実は動画に登場したの多分1回か2回ぐらいしか使ってないんですよ。これもね、確かね、ビッグベイト縛りの動画でね、僕はミッション失敗しちゃって、これ出しますというふうに断言して、今回10万人登録者プレゼント企画で出ることになりました。そしてこの琵琶湖メーカーレイサムさんの伝説の60を釣り上げた丸のみ、各1、2、3、4、5、この、プレゼントボックスに2色ずつ入れておきます。これで、ね、全部ということで、いかがだったでしょうか。この動画に関してはこれでプレゼントの応募できるわけじゃなくて、こんだけ、いろんな方に、協賛していただいて、こういったことでプレゼント企画ができることになりましたという発表動画、応募動画は10月1日の16時半ですので、ぜひともその時に、振るって応募していただけたらなと思います。ということで、今回は告知動画だけになりましたが、皆様10月1日の16時半のプレゼント企画応募開始動画、ぜひともよろしくお願いします。そして、6年間ずっと見てくださっております視聴者の皆様に本当に感謝いたしまして、銀の盾次はちゃんともらって動画撮りますので、皆さんよろしく今後もお願いいたします。